松戸市役所は日本の地方公共団体である松戸市の執行機関としての事務を行う施設。本館は1958年に建設。新館は1969年に建設された。松戸市庁舎松戸市庁舎第9代市長、松本清が在任中の1969年10月6日に市役所は市民に役立つ、役に立つ人がいるところをもっとおに、 日本初の即応部門として設置した。部署名は、すぐできることはすぐやるから。当初の職員は、課長、薄井銀次郎と、会員一名。発足二日目に44件もの要望が入ったため、急遽三人増員、課長た4人体制となった。2017年現在は9人で構成される。この思想は、日本各地の主張に支持され、1975年には、 全国315の地方公共団体で同盟部署や同じ役割の部下ができた。なお、すぐやるかで対応できない県は担当部署に回復、可及的速やかに処置することになっている。コロンビアからすぐやるかを題材にしたレコードすぐやるかも発売された。1977年には薄い課長の一家をモデルとしたドラマすぐやる一家青春期も制作されている。 ありがとうございます。